三成派の要人。後に、南京国民政府に参加した。ジワブリクに号は、天っぱなし。1903年、希望家巨人となり、後に、三成大学堂で学ぶ。翌1904年秋、日本に留学して、明治大学政治家で学んだ。1907年に帰国し、平定中学校長、平定教育会会長。 平定官学書所,所長、平定衆議会議長などを歴任した。1917年、円祝山廃家として、三世特軍校所秘書に任ぜられた。以後、特軍校所参事、三世商工所教育課課長を歴任する。1918年に、三世省教育会会長。1919年に、第5次全国教育連合会主席。 1925年に、中華教育会新社年会主任を務めている。また、先進社という組織を結成し、週刊紙、来福法を刊行して、訪問の教えを宣伝した。1927年、山西省政治検査委員会委員、山西省尊政所副所長となる。その後、遠尺山が北伐で、北京。 天津一帯に進出したことに伴い、1929年3月、表紙直は天津市政府秘書長兼社会局局長に任ぜられた。遠尺山が中原大戦で敗北したため、1931年1月、三成省政府委員兼教育庁長,長長に転じた。翌年10月、辞職し、三成省政府参議に移動している。 1932年、大元師範国民学校校長に任ぜられた。しかし1936年春に、学生でも武力鎮圧したことの批判に遭い、免職されている。日中戦争勃発後、表紙直は、新日政権に参加し、和平促進会会長、新民会会長を務めている。1941年、賛成省情報書所長に任ぜられ、 雑誌、情報月間を刊行して、新日宣伝を展開した。翌1942年6月、河北政務委員会参政省宣伝所所長となっている。翌年1月、参政省省庁長に昇格する。2月、河北側挙委員会委員を、6月、参政省保安指令を、それぞれ兼任している。1944年6月、 賛成省庁を辞任した。日本敗北後、表紙直は、遠尺山に降伏し、一旦は謝面された。しかし、山西省内でこのことに対する反発が高まったため、結局表は、官官として裁かれることになる。1946年8月8日、表は、賛成省高等表院で、死刑判決を言い渡されたが、 執行されることなく習慣され続け、1949年に獄死した、去年66、表紙直別影、ありがとうございます。